どうもこんにちは、おじしんしです。どうもこんばんは、マリサです。おはようございます。今回も始まりました、おじしんしの D2 メガテン。今日は何すんの？今日はですね、京都タワーに行きたいと思います。おう、京都タワーとは珍しいな。どうして突然京都タワーに行こうと思ったんだ？どうして突然？それはですね、ファクションメンバーが同じ北アニアニに在籍しているからです。ファクションメンバー同士の戦いか。そうそう。ちなみにここ側がファクション、ボルチオフロスト戦作隊です。相変わらず伏せ字になりそうなファクション名だぜ。そこは言わない約束やろ。めんごめんご。話を戻すけど、こちらの、フォーモリアのアバターのカズさん。カズさんと同じリーグにいるので、ファクションメンバーからのリクエストで今回の動画作成の流れとなっております。ほうほう。ちなみにカズさんは終末戦争でも自身仕掛ける3くらい出す人なので、ちゃんと対策しないとボッコボコにされると思うよ。ファクションリーダーの威厳とは？まあ、私にできることは動画でファクションと D2 を盛り上げることなのよね。皆の広告とお自身し、ファクションの皆が盛り上がってくれるのなら私は嬉しいので、かっこいい。カズさん、カズさん、カズさんはいずこへ？あ、いたいた。さあ、カズさんをどう料理していこうかな？悪い顔してるぜ。カズさんはベルゼブブ、マハーマユリ、セイオーボ、剣はアリス、盾はイスタム。早急に倒さないとベルゼブブやイスタム盾で倒されちゃうな。確かに。今回の班では、味方のグッドステータスなし。グッドステータス。まあ大丈夫でしょ。敵の物理、主殺属性ダメージが 50% 増加。だからアリス剣なのか。本当にそのメンツで勝てるの？ベルゼブブの芝居の壮烈やイスタム盾の即死効果は5行思想で防げるでしょ。したたかなやつめ。いざカズさん、お手柔らかに。待った待った、五行思想の万能反射もグッドステータスになるの？グッドステータスは禁止されているって文字が出て、五行思想の効果が打ち消されたな。もう勝てません。諦めるの早すぎー。勝てないものは勝てないんだよ。はい、ここでようやく何が起こったのか理解してます。普通に魔法をぶち当てられたから焦ってたな。そら焦るよ。ここは一度退いて体勢を立て直します。戦略的撤退。今回はこのメンツで行きます。今回は勝てるかな？ここでファクションリーダーとしての威厳を保たねば。ここで負けちゃうと威厳がなくなっちゃうし、お寿司。ベルゼブブにベルゼブブをぶつけて耐久勝負じゃ。どれだけダメージを食らわずに芝居の壮烈を避けるかにかかってるぜ。あと西王母に復活させないかだね。西王母は自分のパーティーにいるときは頼もしいけど、敵にいるときは本当に厄介だからな。ほんそれ、それでは、全体的にまんべんなく削っていきたいと思います。はい。一体も倒せなかったか。あとはひたすらに耐えるのみ。我慢比べだね。マハムドーンいてぇ。あとは芝居の壮烈2連発でなんとかなってくれることを祈ります。おしおし。エップ、2226ダメージ。あとは赤蛇の代毒で状態異常になってくれることを祈ります。もう勝ったわ。勝利宣言早くない？上司全治癒があればワンチャンやられるかもだけど、その可能性はないはずだから、ひたすらに赤蛇の代毒付けにします。よっしゃー。塩試合製造機を自信し。塩試合でもカチャーいいんだよカチャー。亀田のボクシングスタイルを体現しているんだな。よっしゃよっしゃ。カズさん、サーセン、また手合わせお願いします。はい、皆さんいかがだったでしょうか？今回はファクションメンバーと京都タワーで初めて勝ち合っちゃいました。
ファクションメンバーと戦うって新鮮で面白かった。また別のメンバーと勝ち合った時は動画アップします。この動画が気に入った方は、チャンネル登録と Twitter フォローよろしくです。コメントもどしどし待ってます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく哀愁。今後ともよろしく。